旭峠旭峠は、北海道門別郡縁軽町とところ郡、サロマ町とを結ぶ峠である。国道333号の峠であったが、2002年11月に旭峠道路が開通したことで国道から町道に移管となった。全区間において対向に車線の舗装路であり、縁軽側は旭野川に、サロマ側はオンネルベシベ川に沿っている。 最大6.2%の急勾配に加え、ヘアピンカーブを含む曲線半径32メートルから150メートルの急カーブが13カ所連続しており、峠頂上の朝日トンネルは大型車のすれ違いが困難であったことから、国道としては交通のボトルネックであり、これらの問題を解消するため朝日峠道路が事業化され、2002年11月に切り替えられた。 旧道は2003年4月に国道から遠軽町及びサロマ町へ移管され、町道となっている。朝日トンネル朝日トンネルは峠を貫く延長168メートルのトンネル。1956年開通。総福院5.5メートル、高さ制限4.0メートルと、狭いなため大型車のすれ違いが困難であるとともに4.0メートルの高さ制限があった。2002年に、 朝日屋トンネルを含む旭峠道路が開通して国道を退いた。しかし、旭峠道路は自動車専用道路であるため、これを通行できない歩行者、自転車、原付や旭峠道路が通行止めの際に迂回するために利用されている。サロマ側にパーキングスペースがあるが閉鎖されている。ABC ・エンガルキカミ道路朝日峠道路事故評価結果。 準備書説明資料。北海道開発教区。2019年5月19日閲覧。ABC、縁軽町議会だよりナンバー61。縁軽町。2021年3月21日閲覧。峠の親子トンネル、朝日トンネル。ありがとうございます。